皆さんこんにちは、シチーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。前回ですね、産業地域とか、あと、こちらですね、こちらの方の産業区域、それと、こちら側ですね、住居区域と、あと商業区域を整備しました。で、収録外で若干道路を引き直している部分もあるんですが、かなり、建物がですね、建ってますね。はい、で人口の方がですね、右下の方を見ていただくと、6万人を突破しました。はい、まあ、順調に人口の方も増えていますので、はい、まあまあ、町の方は大きくなってきてますね。はい、で、今日はですね、右下のまた需要の方がですね、住宅、商業、産業と。全てがこう増えてきてますので、ちょっとそのあたりをですね、作っていこうかなと思います。で、ここのエリアをですね、何にしようかずっと悩んでるんですが、とりあえず産業エリアにしましょうかね、ここ一帯をね。で、将来的にはですね、ここに駅を作りたいんですよね。はい。まあ、この線路がここ出てるので、この線路から、どっかに引っ張って、そうですね。そうすると、この辺の産業ももう少し発展するかなと思いますので、はい。そしたら、ここのエリアに産業区域を作っていきたいと思います。ちょっと時間止めましょうかね。で、あと商業と、住宅区域をですね、こちらの方にもう少し増やそうかと思います。はい、じゃあやっていきます。
はい、それではですね、今、産業区域、商業区域、あと住宅区域ですね、そちらの方の整備をちょっとだけしました。こちらの方に、黄色くなってるところが産業区域ですね。こちらの方を少し拡大したのと、あとこちらの方ですね、低層住宅区域のエリアをこちらの方まで広げました。これと、あと、商業エリアですね。商業エリアをこちらの方にも少し、広げまして、あとこの道路をですね、ちょっと伸ばしてる感じですね。で、あと、まあ、学校とか、あと、まあ、警察署とか、そのあたりをちょっと作りましたかね。はい。じゃあ、これでちょっと様子見てみましょうか。はい。じゃあ、ここで時間をちょっと進めていきたいと思います。産業区域がどうですかね、立ってきますかね。どうでしょうか。あ、商業区域が先に立ち始めましたね、こちら側。あ、産業区域も立ってきましたね。ここはね、産業区域、高速道路の入り口も近いんで、結構発展するんじゃないかなと思うんですけどね。あ、電気がないって言ってますね。ちょっと一回電気がないと言ってるので、ちょっと電気を入れましょうか。とりあえずこの辺にしておいて、で、水道か。ごめんなさい。水道も忘れてましたね。まあ大体でいいかなと思うんですが、はい、こんな感じで。はい、これで一回ちょっとすいません、また回します。多分電気と水道はこれで供給されていると思います。大丈夫ですね。あ、メーター、右下のメーターの方がもうほぼなくなりましたね。商業の方は、ああ、商業の方もだいぶ経ってきました。あ、電気がない。ああ、電気どうすっかな、これ。ここがね、立ってきたら電気いけると思ったんですが、ちょっと電気がないとなると、どうしようかな。どっからか引っ張ってこないといけないですね。ここに立てると、ちょっとやっぱり、光害の、騒音光害がちょっと入るから、まあ、ここが立ち並べば、ここまで電気来るので、もうそれで待ちましょうかね。うん。ただ、住宅の、立ち具合は、あんまり良くないですね。わー、すごい車増えましたね。やっぱね、高密度商業区域を建てたので、一気にやっぱり、車が増えましたね。で、ここにもなんかマーク出てますね。これは顧客が足りないってやつかな。そうですね。顧客が足りないってやつですね。そしたらですね、このエリアに地下鉄を走らせましょうか。
したら今度は、路線を伸ばします。ですね、今これ既存の路線がここあるんですが、これを伸ばす場合はここに、カーソルを合わせまして、そうするとこれ新しい路線を作成というのが出るんですけど、これではなくて、あれ、あ、これか、丸ボタンを押しながら移動させて停留所を追加しましょうっていうのがあるので、ここで丸ボタンを押しながら次の、駅まで持っていきます、カーソルを。で、駅が近づいてきた、これですね、駅があったらここで、丸ボタンを離してあげると、ここまで電車が延長されます。だ、今ここを、ぐーっと地下鉄がこのグリーンのラインですね、今ここが、出発点でぐーっと来て、この辺ずっと通って地下鉄が来るんですけど、でここまで今来ましたよと。でさらにこっから、また丸ボタンを押しながら、この駅、もう一個駅作りましたので、ここまで持ってきて、で停留所を追加で丸ボタンを離す、そしたらここまで電車が来るようになりますので、非常に簡単ですね。はい。そしたらこれでちょっと様子を見ましょうかね。顧客がちょっとでも増えてくれたら、成功ですね。で、前回からちょっと、こちらの農業区域ですね。農業区域と、あ、ごめんなさい。こっちが農業区域。農業区域と、林業区域。作業員ですね。働く人が足りませんよっていう風に出てたんですが、今見てください。解消されましたね。で、どうやったかというと、ここに高密度住宅区を作ってるんですが、もともとね、ここに小学校を作ってたんですね。で、その小学校をもうなくしました。そうすると、この一帯はですね、教育を受けてない人が住むエリアになるので、その人たちがこの林業区画とか農業区画でまあ働いてるという感じですかね。だからね、どうもこれ、頭のいい人ばっかりではまあ回らないということですね。それとですね、ここを見てください。汚染水がだいぶ減りました。ここに下水処理施設を置いてたんですが、それを取っ払ったの、まあ、取っ払ったせいだろうと思うんですが、水がだいぶきれいになりましたね。ただね、ここだけね、よどんでるんですよね。これはもうちょっと時間が経たないと、消えてなくならないのかな、どうなのかなという感じですね。もうちょっと様子見ましょうかね。で、奥の方ですね。奥の方も、こっからぐーっと流れてた汚染水がですね、まあ向こうの広い、まあこっち海なのかな、まあ海の方に流れ出してるんですが、あちらの方も前よりは多少綺麗になってますね。はい。まあもう少しでこれがもっと綺麗になったら、いよいよ漁業を始めましょうかね。はい。そしたら、交通渋滞がだいぶひどくなってきましたね。もう見てください、これ。もう流れてないですもんね、ここ。これはすごいなぁ。こっからもう、交通渋滞が始まってますもんね。ただ、先ほど電車というか地下鉄を作ったので、少しはね、それで解消されると思うんですが、この高密度の、商業区域にですね、たくさんの人物が配送されないといけないので、多分それでこんだけ渋滞が始まったんじゃないかと思います。なので、どうだろう、どこに、あれ地下鉄ってどこに作ったっけ、あ、ここか、どうですか、地下鉄。まあでも人結構入っていってますね。
これ地下鉄の使用頻度というか、これ地下鉄にこの丸虫眼鏡ボタンをあのカーソルを合わせて丸ボタンを押すと、先週の乗客数ゼロに。あれ、まだそんな時間経ってないからそういうことだと思う。これがもうちょっとね時間経つと多くなりますね。で今その乗車人数が一番多いのはおそらくこちら側のね、ここにあるんですけど、こいつだと思うんですよね。これが今296人が使ってるってことですね。まあ、これを基準にしましょうかね。まあ、大体300人ぐらい使ってほしいなということですかね。で、もう一個ね、この路線があるのか。ここも結構人いますもんね。ここ路面電車とのアクセスもいいんで。はい。じゃあ、ちなみにここは何人か。ここ191人ですね。これでもまだ少ないです。やっぱり今の300人のところが一番多いということになるので、まあ大体これぐらいの人数を集めたいと。ちなみにですよ、ここにも一つあるんですが、多分ね、ここほとんど疲れてないんじゃないかな。こうか。ここ通勤のためにと思って作ったんですが、先週の乗客数ゼロになってますよ。あれなんだ、また新しい週が始まったってことかな。ゼロ人はないと思うんだけどな。おかしいな、ゼロ人。ちゃんと来てますよね。切れると思います。はい。うわあ、これすごいことになってる。しょうがないですね。1個立てときましょうか、つながるまでね。ちょっとすいません、これ騒音問題になりますけど、1個立てときます。で、これつながったらですね、これがつながったらこれ潰そうかな。いやあ、かなりの渋滞ですなこれ。ここがもうすごいな。ここがすごいね。やっぱりここがね、すごいんですよ。ここの高密度住宅じゃない、高密度商業区域が人がすごいんですよ。なので、もうちょっとこれは慎重に考える必要がありますね。まあ、こっちの方にも高密度の、商業区域を建てればまた変わってくるかもしれないので、ちょっとその辺を一回やってみましょうかね。この辺多分みんな低密度住宅、低密度商業区域なんですね、この辺。だからこの低密度商業区域を高密度に変えるとまたちょっと変わってくるかな。ちょっと この一帯全部高密度に変えてみましょうか。まあ実験で。ちょっとやりすぎかなこれ。ちょっとやりすぎな。一角だけにしよう。じゃあこの区画だけ高密度に変えましょうかね。どうなるか。それでちょっと様子見ましょうかね。はい。あ、電気も大丈夫ですね。これで行き渡り出しましたね。はい。そしたら、次回は、まだ渋滞解消のやつは、あれですね。ちょっと公共交通機関を駆使して、多少のこの通勤客とかを、まあ、減らしていこうということでやっていきましょうかね。駅もだいぶ人がにぎわ、ああだいぶ入りま
ましたね。73人。まあまあ時期この車が減ってくるんじゃないかなと思いますが、あ、ここもなんか出てるな。これ顧客が足りないってやつやな。またあ、違う、労働者の、あれ、あ、これ労働者か。まず労働者から、まあちょっと頭のいい人がちょっと足りないってことかな。はい。そしたらですね、今日はこの辺りで、終わりたいと思います、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。